ちは。宇都恵子、鹿児島県議会議員の宇都恵子と申します。今日は9月23日土曜日なんですけれども、祝日ということで、お休みでした。朝起きてから、あ、ヨコさんこんにちは、ありがとうございます。今日は会期中のお休みの中で、また10分ツイキャスをしようと思います。今日朝息子がお趣旨だよ、ありがとうございます。息子を今朝保育園に連れて行こうと思ったら、ね、お熱が下がってやったと思ったら、今日祝日だっていうことに何かで気づいて、おーってなりました。どうしよう、朝は会議があるよって思ったけど、祝日ってことは家族も休みなんですよね。それで午後は家族に見てもらってます。昨日は家族っていうのは姉家族のことなんですけども、10分ツイキャスちょっと頑張ってみます。とりあえず陽子さんのアドバイスをいただいたので、今日は何だったっけ、昨日は息子が熱発で休んでいて保育園を、それで今日の会議が、私が会計をしている会で決算を組まなきゃいけなくて、昨日の夜中夜決算を組んでいて、息子が10時近くまで寝なくて、1時に起きて目がランランして遊び始めて、で2時間ぐらい起きてて、さらに6時過ぎに起きるっていう、仕事はできないし寝れないし息子も寝ないし、もうってなって、午前中の会議をなんとか乗り切って、そうなの、そうなんですよ、遊び出したんですよ。ジュニアなんか目がねキラーンってなってね、カカカカ、いや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 、そんなキラキラしたお目目をして私を見ないで、すごい可愛いのでも遊び出しちゃって、もう遊ばないのって言って、そんな昨日の夜でした。でもうそう、キラキラした目には抗えないって、ありがとう言ってくれて、本当抗えないんですよ、親の私も。もうか可愛いな君って夜中に言いながらで、可愛いけどダメって言いながら、はあ、もう昼寝をしてくれてるのいいんですけど、それでちょっと姉の、ところにもお迎えに行かないといけないんですけれども、ちょっと私ね、息子とね公園で遊んだことが一度もないんですよ。というかですね、ベビーカーがあるんです、友達が貸してくれた。でもベビーカーに息子を乗せて歩いたことも一度もないの。すごくない？だあれですよ、子供を産んだ年に選挙しようってあんまり皆さん思わない方がいいかも。あ、違うな、してもいいと思うけど、そういうことはできないよ。できないことを、覚悟の上されたらいいかもしれないです。あれなんかちょっとダメこれ、いろんな人生があっていいと思うんですけどね。これでまだなんですよ。だから今日ちょっと30分だけ行こうかなと思って、今からお迎えに行こうと思ってるんですけどね。で今日は10分間何喋ろうかなって思いながら、昨日トロピカルのトラちゃんがツイッターで炎上した方もいらっしゃいましたよねっていう言ってた、あの方はどなたのことなのかちょっと分かんないんですけども、一般質問というのをよくこう見ていて、今2回目の議員になって2度目の、議会で一般質問代表質問を見ていて感じるのは、もう本当にどの議員さんもその限られた時間の中にも自分の熱量や思いをわっとこう込めて質問されてらして、本当に勉強になるなって思うことと、その私はなぜ政治家になったのか、じゃあそもそもなぜ政治に興味を持ち始めたのかっていう、そのきっかけが2013年の特定秘密保護法で、この法律はおかしい、民主主義、自分が
こう中高生の時に学んだ民主主義っていうものは、情報をその時は開示ができなくっても、何年後かには必ず開示をして、それで歴史を検証して、歴史から学ぶっていうことが大切なんだっていうことを、なんか学んだ気がしていて、でかつ私はその歴史から学ぶべきだっていう考えがなんかすごく強い人間だったので、当時からそれまで本当に全然政治に興味なかった人間なんですけれども、恥ずかしながら。政治学を学んでいながら、あんまり大学も行ってなかったんだけれどもっていうところで、まあそんな人間が特定秘密保護法の成立を目前にして、わあ、この政権なんかちょっとやばいって思ったのが、そのきっかけで、っていうことは、私はその当時の安倍政権、安倍晋三さんのおかげで政治に危機感を持って勉強し始めた。そして自民党の、憲法改正法案を今もまだなお、その改憲草案に沿って自民党の皆さんは目指していらっしゃるわけですけれども、その改憲草案を見て、あ、この人たちに日本の政治を任せていたら、日本の民主主義とか立憲主義っていうのが壊れてしまう、日本という国がなくなってしまうという危機感を、まあ、当時は全然勉強してなかったので、こんなに言葉としては持てなかったんだけど、このままじゃなんかやばいって思って、例えば森友学園だったりですとか、特定秘密保護法だったり、集団安全保障の、原告になってみたりですとか、原発のこととかっていうこと、いろんなことがもう一つ一つが、もうこの国が終わってしまうっていう危機感に駆られて、あれよあれよという間に、社会活動家、いわゆるプロ市民、まあお金もらってないけど、プロ市民みたいなことをしだして、そこからお声掛けをいただいて政治家になって、今この立場にいて、さあ議会だって思ってきたら、質問の内容だったりとか、その質問のな内容、項目ですとか内容を見ている、聞いているだけでは、あれ、自民党の先生方も思ってること、そんなに違わなかったりするの？なんで、どこに絶対的な違いがあるの？みたいな。不登校の子供たちのことを心配する、質問、フリースクールについてのことを聞く自民党の先生、子どもの医療費窓口負担ゼロ、困っている、何だったかな、最近では自立支援、50、80引きこもり問題ですとか、なんか、あ、まー、あ、ちゃんさん、こんにちは。なんかそういう、なんですかね、弱者のための、いわゆる弱者の人権保障のためのことを一生懸命質問してらっしゃって、あれ？何かがこう私の中の今こう、何ですかね、もう少し言葉にするにはあれなんですけれども、まあそんな中でですね、本当に先生方皆さんがやる気がなく質問してるなんてことは、もう私は少なくとも今回の一般質問では感じなかったなっていうことが、ほら、なんか国会でお経を唱えたりされてらした方もいらっしゃったから、まあ、そういう意味でですなんですけれども、まあ、そんな中で、一般質問で、私も、女性の、まあ、40歳の議員として初めてデビューして、で、もう一人自民党の1個上の新人の女性の議員さんがデビューして、その発言だったり質問だったりが、やっぱりそれぞれみんな興味が違うので、もう本当に興味深く聞いていたんですけれども、まあ、その中で思ったことがあって、なんだろうな、
私は今回の質問においてリプロダクティブヘルス&ライツをちょっと取り上げたんですけれども、子ども基本法の施行でも、子ども基本法って基本的には基本理念は6のうち4つは子どものことを言ってるんですけど、1つに結婚に妊娠出産の後押しっていうのを基本理念に入れてるんですよ。で、私はその基本理念はものすごく、まあ正直なところ、まあまあ気持ち悪いというか、その基本理念自体がなあっちゃダメっていうものではないんですけれども、その基本理念を持って県や市が計画を立てていくときに、なぜか結婚支援、婚活支援がガンガン出てくるんですよ、重要項目に。私はそこがちょっと違うんじゃないかなって思っている人間なので、男女共同参画対策基本法かな、なんかあの法律のご紹介の中に、まあ元より結婚、妊娠、出産は個人の、まあ自由な意思に基づくものであってっていう、まあ、条文があるんですけれども、結婚したい人、したくない人、妊娠出産したい人、したくない人、結婚したくてもできない人っていろんな人がいるんだから、そういう個人の生き方の尊重して生き方を押し付けるべきではないですよね。それを前提として困っている女性の支援のためにっていう、まあ質問を私はさせていただいたんですが、なので言いたいのは何かっていうと、生き方っていうのは個人の意思を尊重、お前は福島みずこかという内容、かっこ国会クラスなら分かるの、どういうこと、宇都恵子の初質問、ぜひ見てほしい。最高の褒め言葉、やめてよ、お子さん、あげないで、もう、ありがとう、で、嬉しいけど、ありがとう、でも、もう、まあ、そんなわけで、ありがとうございます。個人の生き方は個人が決めるものだと思います。それで、でも個人の抱えている問題は実は社会構造の問題だったりするから、政治家としては個人の問題を社会構造の問題として捉えて、それを制度だったり政治の力で解決していきましょう。でもあくまでも生き方を決めるのは個人ねっていう、その考え方を私は望ましいというか、日本国憲法にはそのように書かれていると思っているんですけれども、やっぱりその今回の、質問だったりですとか、その炎上した方の質問、まあその見ていて何が言いたいかっていうと、個人の問題を社会の問題と捉えずに、あくまでも個人の問題として個人のせいにして捉えていきつつ、結婚、妊娠、出産っていうのは社会から押し付けるっていうのの考え方が、ベクトルがこっちとこっちが違うのかなと思った次第です。ちょっと言葉でもう一度言うと、まあ、自民党の先生方というか自民党さんの憲法草案を見る限りは、日本国憲法に書かれている個人の意思を尊重する、だけれども個人の問題は社会の問題で、社会構造の在り方によって解決されるべきことがあるから、政治家はそこをちゃんと、普遍して考えて構造を変えていかないといけないよっていうふうに私は、理解しているんですけれども、逆に、個人 の、 その何か問題があった時に、それが個人のせいということに帰結されるんではなくて、もしかして社会構造がおかしいのかもしれないな、まあ、具体的には女性の差別があるないっていう話なんですけれども、まあ、女性として生きづらさを感じた時に、あれ、これってもしかして、自分の生きづらさを感じた時に、もしかしたら私が女性だからこの生きづらさを社会から押し付けられているのかもしれない。これは女性全般にある問題なのかもしれないというふうに考えるのではなく、あくまでも自分が未熟だから、その未熟だからって考えること自体はものすごく必要なことだと思うし、私自身もそういうふうに思って、あくまでも謙虚であるべきだし、だけれども
それと社会構造の問題は切り離して自分を見直すことと社会構造を変えようって努力することは別の問題だと思うっていうことと、あとそうやって個人の問題、個人のせいに帰結しながら結婚、妊娠、出産という生き方をそうやって、まあ、その一様に推進する、強く推し進めていく制度を作っていくっていうところがやっぱり私とはベクトルが違うのかなということを、考えた、一般質問の4日間でした。は、10分で終わると言いながら16分喋ってました。すみません。大きな声では言えませんが、逆に結婚していなくても子供が生まれてしまう場合、まーちゃんさんありがとうございます。まさに私はそうです。事実婚で子供が生まれてしまうわけではありませんけれども、ありがたいことに授かって、子供を可愛い息子と一緒に今生きています。フランスに学んできた方々はいわゆる事実婚での出産子育ては推奨するのかしらね。ですね、ヨコさん、これはフランスに学んできた女性の方々はそれがいいと思いつつも、彼女たちが生きている社会においてはそれを推奨することはできないんじゃないかなというふうに私は今のところ、思いやりを持っています。なんていうの、日本語が出てこなかった。やっぱり怒られちゃったりするんじゃないかなって、ちょっと。あとはいわゆるブラック校則について学生に考えさせて議論をさせるっていう話もよかった。ありがとうございます。これね、学生に考えさせて議論させるっていう話もミソで、学生が考えて議論するっていうところにまでぜひ持っていってくださいね、教育委員会の人たちって言ったんだけど、通じたかな。その話はまた細かくは、本当にまた、ありがとうございます。てか、ヨコさん、本当よく質問内容を見てくださってて、非常にありがたい。初質問で、しかも鹿児島県議会でリプロダクティブヘルスアンドライスとか質問ぶっ込まねえ。本当あら、本当あれは、そっかそっか。ホットケア案件ですよね。誰と誰が結婚しようが、恋愛しようが、本当にそうなんですよね。恋愛しようが、しまいが、自分の自由でしょ。結婚しても必ず子供が生まれるとは限りませんからね。そうなんです。子供を産むことというかね、本当におっしゃる通りで、私たちは少子化対策のために生きてるんじゃないんですよ。子供たちは少子化対策のために生まれてきたんじゃないんですよっていうことを私は強く申し上げて、今日のツイキャスを終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ちょっと議会風に言ってみました。ありがとうございました。それではまた。ようこさん、そうだ、よくわかんないけど、のぴさん、ほんまそう、ありがとうございます。ではでは、ちょっと公園に行ってきます。ズボン履きました。では失礼いたします。